はい。皆さん、こんにちは。今日は、昨日発表しました、Snow AI のバージョン3.5。これの解説動画を上げました。おかげさまで大変たくさんの方に見ていただきまして、感謝しております。その動画の中でお話ししました、Snow AI 続きの歌詞専用ビルダーというソフトがあります。ただし、昨日チェックをしましたらですね、 バージョン3.5になって、その AI の URL を指定するというようなプログラムになっていたんですが、それが完全にうまく動作しない、いわゆる3.5になってから仕様が変わったということがわかりましたので、早速プログラムを改造しまして、最新版アップデートとして、 続きの歌詞専用ビルダーを皆さんにご提供したいと思います。まず今画面にあるのは SnowAI の方です。この SnowAI の方から歌詞を撮りたいわけですね。歌詞の取り方というのは色い々ろいろありまして、今このクリエイト画面のところにも右側に歌詞が出ていますよね。 この右側をこのようにスクロールすると見えてない部分も見えたりします。この歌詞をコピーして、そして僕の GPT 図に貼り付けていただきたいわけです。その方法は欲しい部分をこのようになぞりますよね。そうしまして右クリック、コピーなどをします。これは基本的に Mac でも同じような感じで、Ctrl-C もしくは コマンド C、ショートカットででもクリップボードに収めることができます。概要欄などからリンクに飛んでいただきましたら、今画面にあるような、その AI 続きの貸しビルダーというのが出ます。メニューもちょっと変えました。まず変わったところは、ここにちゃんとバージョン3.5対応という風うに記載しております。 そうしまして、その AI 歌詞の続きを手伝って V3.5 対応というのとか、使い方を教えてというのもあります。そして、イングリッシュモードということで、海外の方にも使ってもらいたいというような、こういう3つのページがあります。そうしまして、一番左のメニューを通常は押してください。そうしますと、ここに、 その AI の既存の歌詞をプロンプトとして貼り付けてください。スクリーンショットをアップロードでも OK です。という風になりまして、以前は URL を貼ってくださいみたいなメッセージが出るようになっていたんですが、それは今回以降はブーです。そうしまして、このように GPT が言っておりますので、ここで先ほどコピーしたものを貼り付けてください。 そうして送信をします。こんな感じに一応歌詞を復唱してくれましてですね。そして残りの歌詞は何番から何番まで提案すればいいでしょうかというふうに出てきます。この時に 今、1番はあるとかいうようなことであれば、2番、3番、そして既存の歌詞の構成がいろいろなんで、まあ、あまり神経質にならずに、本来なら2番、3番とかでしょうけれども、それを4番、5番とかですね、適当な数を言ってくれてもですね、後で変更すればいいだけのことですので、あまり難しく考えないでください。でもまあ、このように、2 から四とかそういうふうに言うとします。そして送信してください。はい、できました。タイム的に言えば最新のチャット GPT Four Omni の方でやれば。 このぐらいの速さで回答がなされます。このように、かな感じ混じりの通常の歌詞と、そして下の方に行けば、ひらがなでの回答、これもしてくれるようになっています。そして途中に、インター、ギターソロなんていうのもあります。まあ、ここらのところも書き換えてくれてもいいわけですけれども、それをこの上のボタンでコピーすれば、 それをスノー AI の方に持っていって、そしてつなげていただくというようなことができるわけです。もちろん最初に説明しませんでしたが、この右にあったものは、クリエイトのこのリリックの部分に初め入っていたとして、そしてこちらからコピーをして、スノーに戻り、そしてペーストをする。 コントロール V で今ペーストしましたけれどもこのようにすればいいわけですね。これで長い歌詞ができたわけです。この歌詞というのはここからだけではなくって色々撮り方はありますよね。この出来上がった Snow AI の楽曲のタイトルの部分を押せばこんなような大きな画面になります。もちろんここのところで撮ってもらってもいいわけです。 いろいろ方法はありますので、テキストコピーの方法はいろいろ考えてみてください。そしてもう一つ GPT 図がとっても賢くなっていますので、スクリーンショットででも大丈夫です。例えば、このバース、バース2という2つのセクションがありますよね。この部分だけを送って、その下の続きは考えてほしいというような場合があったとします。 そうしましたら、ここで Windows の場合でしたら Shift と Windows キーと S のキー、この3つを押せばスクリーンショットが撮れるようになっています。ShiftWindowsS アイコンがこのような十字カーソルになります。対角線の上の方からこのように囲むようにしまして、そうしますと右に クリップボードにコピーしましたという風うに出るはずです。そうしまして、続きの歌詞専用ビルダーに行っていただきまして、そして新しいチャットをします。はい。ここで一番左のスタートメニューを押します。そしてここで貼り付けてもらったらいいわけです。Ctrl V。そしたら、ここに貼り付きます。僕の使っているブラウザーは Google Chrome ブラウザーですけれども、 ほととんどのブラウザででで同じようなことができるはずです。もうこれだけで OK です。もちろんタイトルあればタイトルがタイトルええええと言って送ります。そうしましたらこれをちゃんと分析してくれました。タイトルはえスタイルは未指定ということですね。既存の歌詞は困難ですよ。 そして何番までやればいいですかここからあとは先ほど説明した通りです。このようにスクリーンショットをスノー AI のどこででもいいですので撮ってください。また歌詞が長くてこのようにスクロールしないとできない時、そんな時は2枚スクショをやってもらってもいいわけです。そんな複合技も大丈夫です。例えば GPT 図は 一つだけじゃなくて、二つ以上の画像とかも認識できます。ですから、先ほどと同じように、ここに一つ貼りましょう。そうしまして、もう一度スノの方に行きまして、下の方の歌詞を追加しましょう。シフト、ウ n ンドウズ、S ですね。はい。このようにしまして、 g p t 図の方に戻りますね。そして Ctrl V とすると二つ目の画像がこのようにできるわけです。そうしましてこのように入力して送ります。そうしましたらこのようにちゃんとくっつけてくれました。こんな複合技も使ってみてください。今日は出来たてほやほやの Snow AI バージョン3.5と それに追従するようにですね、即攻僕のその AI 続きの歌詞専用ビルダーの方もアップデートしましたので、皆さんご自由に使ってください。チャット GPT のプラスに入っていない方でも、2024年5月の14日あたりぐらいからもう使えるようになっている人もいます。まだの人も若干いてるようですけれども、 もちろんプラスユーザーさんは以前からも GPT 図は使えるようになっていますので僕のたくさんある GPT 図は全部無料で使っていただけますということで今日は Snow AI バージョン3.5に即応したような続きの歌詞専用ビルダーをご紹介いたしましたバージョン3.5になってから4分の長尺ものが一発でできるようになりました そしてもうすでに SnowAI の公式ではバージョン4がもうすぐ出るということまでアナウンスされています。僕の方では SnowAI のノウハウをどこよりも早くですね、皆さんにお伝えすべくいろいろ研究をしています。そしてまた SnowAI などの AI 作曲、それで作った曲を 自分の YouTube チャンネルなどではなかなか聞いてもらえないそういう人のためのお助けグループというのを作っております AI Music Creators Japan こんなグループ名で今現在約30名の方々が日々その AI の音楽を作って発信してくれていますそちらの方は僕のメインチャンネルの方ですねそちらの方で毎日毎日 発信しておりますので、もしこの動画が AI 初心者教習所の方で見ていただいている方は、メインチャンネルの方も概要欄に貼っていますので、そちらの方もチェックしてみてください。それでは今日も長いお付き合いありがとうございました。まったねー。